こんにちは、元養護教諭のともです。今日は前回に続き、怪我の記録についてお話をしようと思います。はい、それでは怪我の記録についてです。本当大勢の来室があると、この紙がないと、もう誰がどんな怪我でいつ来たのか思い出せません、私は。はい、私の場合は怪我の記録表は3パターンあります。1つ目は、子供が記入するようなもの、2つ目は頭を怪我した時の記録表、3つ目が、目をぶつけたり、周りに怪我があった時の記録表です。2つ目と3つ目の頭と目の怪我については、養護教諭が記録するようとしています。はい、それでは見ていきましょう。1つ目の記録表ですが、これもなんか病気の記録と一緒で、特になんかこれといって変わったものはないかなと思いますね。いつ怪我して、どうして怪我して、どんな怪我なのかで、怪我したところがどこなのかっていうのと、怪我した場所がどこなのかというところです。で、先生が書くところというところとして、打撲だったり捻挫などの時には、腫れと内出血や痛みについて確認を必ずするので、あるないについて必ずつけています。で、経過も必ず書くようにしています。例えば突き指しましたって言って、保冷剤とかで冷やして、じゃあ次の授業の時間が終わったら、もう一回保健室に来て、ちょっと腫れとかがないかさ、もう一回見せてほしいんだって伝えて、また来てもらいます。で、その時にまた腫れや内出血、痛みの程度がどういうふうに変化しているのかを記録するようにしています。で、この記録表は病院に搬送した場合、進行センターという手続きがあるので、この記録表がないと書類の作成ができません。スポーツ振興センターについてまたいつかお話をしようと思います。2つ目の頭の怪我ですね。本当に頭の怪我ってない週はないっていうくらい、絶対頭の怪我って週に1回はどんなちっちゃい学校でも私はあると思っています。で、本当頭の怪我って、大げさだなっていう、方もいるかもしれないんですけど、現役で働いていた時、本当なんかいろんな怪我があったので、この記録表あってよかったなって思うことがやっぱりあったので、ご紹介しようかなと思います。いつ場所、何をしていてそうなったのかというところは、もうここはバッと私が書くんですけど、この問診の項目がやっぱり大事だなと思っています。意識障害、顔面蒼白、変形内科、痙攣内科、めまいがないか、頭の痛み、皮下血腫、こぶですよね、があるかないか、吐き気、しびれ、出血があるかないかで、記憶的な障害がないかということで、自分の誕生日、担任の先生の名前、今日の日付が言えるか言えないか、その他気になる項目がある場合は、このその他のところに書くようにしています。頭の怪我って最低30分1時間は冷やして様子を見るようにしています。なので経過も同じようなことを確認していきます。首から上の怪我ってやっぱりどの学校も丁寧に見るようにしているかなと思います。なので、この問診票で一つでも基本的にあるがある場合は、医療機関受診になるかなと思います。この皮下血腫だけはよっぽど大きければ受診してもらいますが、冷やして本当なんか綺麗に消える子もいるの で、そういった子に関しては、昼休みとかは静かに過ごしてください。今日は一日、汗をかくような運動はしないで静かに過ごしてくださいっていう風に指導をします。3つ目の目の怪我用も、大切な問診事項を抜けないようにするため、忘れないようにするために作りました。ぼやける、腫れ、傷、充血、目がゴロゴロする感じがないかとか、目の動きに異常はないか、物が二重に見えたり見えない部分があったり、虫が飛んでるように見えないかなど、なんかさらっと言えそうなんだけど、たまにやっぱり忘れることがあって、やっぱこの問診票って使っててよかったなということがあります。
ここでも基本的に1つでもあるに該当する場合は病院受診かなと思います。あと視力検査の結果でも4月5月に測った視力検査の結果より悪くなっている場合は医療機関受診となっています。やっぱ怪我用にも保健室からのお手紙があります。それがこちらになります。問診票と比べたらざっくりなんですけど、担任の先生は当たるようにしています。首から上の場合は必ず保護者に電話で連絡をしてもらうようにしています。このね、保健室からの手紙っていうのを本当は担任の先生見てそのまま保護者が見るっていう風にしたいんですけど、なかなか怪我ってこう相手がいたりする場合、保健室で聞き取った時の内容と担任の先生に話した時の内容で食い違うことがあるので、そこがちょっとね難しいなと思って、なかなかこううまいように作れていませんでした。どうしたらいいんだろうな、もし現役の先生で私こういう風にしていますという方がいたら教えてください。よろしくお願いします。はい、なんかこれもかなりざっくりとなってしまったんですけどいいかな。はい、では以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントととても励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。寒くなってきたので暖かくして風邪をひかないようにしてください。